どうも、ねずっちです。昨日愛知県のですね、稲沢ケーブルテレビに呼んでいただきましてね、そこでですね、神宮裸祭りのですね、中継の特番に出させていただきました。すごいですね。僕らまあ、スタジオでね、その、お祭りの模様を見たんですけど、ほんとすごい祭りでね、神の男と書いて神男というのがですね、参道にこう出ましてね、で、まあ、神社の中の直井殿というところに入ったら祭りが終わるっていうんですけども、参道にはですね、ふんどし姿の1万人の男が集結しているんですね。で、この神男に触れると厄が落ちるということで、もう神男がいたらもうもみくちゃというかね、ものすごい肉弾戦になるんですね。で、水をかけたりとかするんですよ。水をかけるともうそっから湯気がうわーっとこう上がるというね。昨日は気温6度でしたけどね、寒い中ですね、熱気がやっぱすごいんだね。あんだけ人が集まるとね、ちょっと見ながら手に汗握ってしまいましたけどね。不思議なのがね、まあ、裸男たちはふんどし姿なんですけど、この神男はですね、生まれたまんまの姿なんですね。髪の毛も坊主にしてですね、すべての毛を処理する。なぜなら髪の毛が長かったりすると引っ張られたりとかしてね、怪我しちゃうっていうんですね。ですから、毛がないように、毛がないようにするというですね。なんとも、そういう感じになってるんですね。最後、直井殿に引き上げられた時ね、もう本当にちょっと感動しましたけどね。言ってみればこの、神宮裸祭りですね。得意な才能を持ってる人と一緒ですよ。どういうことかって、奇才と呼ばれてるってね。ねずっちです。よかったら一度見に行ってはいかがでしょうか。